ーの舞台第1弾上映1周年記念新情報発表ロード59生放送イエーイ。はい、白狼組氷室静香役相葉愛奈です。どういうテンション？どうぞあんな感じで言ってもらったからどうもどうぞよろしゅう。なるほど。はい、黒城組柊蓮華役工藤遥香です。最初の入り間違えたわ、ね、入りがちょっとなんかそんな感じかって低いところから行くっていうね。はい、はい、という感じで今月24日でですね、なんと記念すべき舞台第1弾ロード59新時代任侠特区が上演されてから1周年を迎えます。おめでとうございます。ございますですし、本当ねありがとうございますという感じなんですけども、ね、この番組はそんな1周年を記念した生放送特番となっております。私たちがただワイワイキャッキャ言うだけではございません。初解禁の新情報や作品にまつわるトーク、さらに先日実施いたしました天海区住民大アンケートの結果を発表したいと思います。皆さん最後まで一緒に楽しんでいきましょう。イエーイ。というわけでまあね、12月24日が第1日目だったわけですよ、ね、ロード59公演1日目ね。そう、何曜日だったんだろう。木曜日？木曜日か、木金土日だった記憶。3日間？え、4日間じゃない？木金土に4日間だね。木金土日4日間か。私覚えてる。覚えてる？あ、みんなコメントくれてるよ。なんか、うん、主役のね、柳博人役の君沢さんがね、うんうん、ケーキ差し入れでおくださいました。ほう、覚えてるよ。ケーキ、ケーキもらったよ。覚えてないの姉さん。どんなケーキ？ショートケーキ食べてたって。食べてた、食べてた。 あれ記憶ない。お弁当わかんない、私が勘違いしてるかもしれない。あれ、お弁当の記憶めっちゃあるんですよ。ジョジョ園とかでしょ。バクトさんは、バクトさんってキミちゃんは、うん、あれだよ、魚じゃなかった。魚？金兵衛。金兵衛ね。魚。弁当の記憶しかないじゃんかよ。おかしいでしょ。あれ、ケーキくれてたっけ。どうして？ケーキクリスマス、僕からのクリスマスケーキだよ。やべ、キミちゃんのクリスマスケーキのこと忘れてる。ね、うん、でも私も結局差し入れのことしか覚えてないんだよね。あとやっぱ演出家のよりこさんの、はい、さんがね、毎朝コーヒーそうをね、そう差し入れでくださる、ね、キャラメルラテ、うん、キャラメルラテか普通のコーヒー、コーヒーかっていう、そう選ばせてくれるみたいな、私 ね食べ物の記憶しかないよ。そう、あ、でも私あるある、もう一個記憶。なになに？あのね、日曜日がその千秋楽、あ、千秋楽か、そうだね、有馬記念だったの。あー、私それ覚えてる。で、予想してみんなで、うん、何が来るかどうやみたいな。ちょっと待って、第2弾の時もやってなかった。それ第2弾の時もやってた、ね、もうさ、日曜日でこう G1 って言ってね、大きな大会があると、レースがあると、とりあえずみんな予想するみたいな感じでやるんだけど、そうだね、もうせっかくロード59だから、まず5と9は絶対買おうみたいな、うん、あー、いいねいいね。あとバクとも買った。あ、あー、8、9、10とかいいね。全部ダメだって。あー、もうこれできたらもうハッピーじゃんとか言ってたんだけど、ね、ロード59にまつわる数字がちょっと来なくて、あら、めっちゃもじったらいけたんちゃうみたいな数字だった。やっぱそういう時はあれじゃない、そのビギナーズラックじゃないけどさ、ああ、全く知らない子から名 前、 ね、名前だけ見せて。よくやってるじゃん。やってる、ね、これでもやってましたね。よくやってました ね、 あのね、はい、よくやってね、あの名前だけ見せて、そう、どれがいいみたいな、そう、いいと思うやつ言ってみたいな、そう、ね、ありましたね。次はそうしよう。次じゃあね、その何も知らなさそうな子に何が可愛いと思うってちょっと参りたいと思います。そう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 、はい、ということで皆さん本日もよろしくお願いいたします。舞台第1弾上演1周年記念ロード59生放送スタート。
表していきたいと思います。まずはこちら、どーん。池袋にあるストアミクサとブシロード公式通販サイト、ブシロードオンラインストアにて、舞台第1弾の上演1周年を記念したロード59新時代人気トークフェアの開催が決定しました。よクリスマスイブ。はい、期間はですね、2021年12月24日金曜日から2022年1月16日日曜日までとなっております。また今回のフェアに合わせた新グッズが多数登場ということなんですが、このグッズがですね、もう大大大注目でございます。一つずつご紹介していきますよ。まずはこちら、ドーン。すごい、アクリルスタンドでございます。ファンの皆様から欲しいというご意見を多数いただいていたキャラクターたちへを使用したアクリルスタンドが登場。全20種類でお好きなキャラクターをお選びいただけますという。あら、来ましたね、ついに来ましたね。しかもアクサのその土台っていうんですかね、あれがちゃんと組のね、ほんとだ、シンボルになってます。いけてますね。しかもあれだね、なんかさ、うん、剣聖様の隣にいるレンゲちゃんちっちゃいね。あら、これ身長わかる、もしかしてかな、どうなんだろう。あとちょっとしずね、結構面積取っちゃう。傘の面積すごいね傘の面積すごちょっと多分一番面積使ってますね。一番面積取ってる。うん、その次はおやっさん。おやっさんのコート、あれレンゲさんもなかなか、レンゲさんもなんか ね、袖のひらひらがね、だいぶ場所を取ってます。そうですね、はい、へーすごーい、これはいいですね。はい、そして続いてこちら、トレーディング缶バッジミニキャラバージョン A バージョン B でございます。ラジオのバナーやプレゼントステッカーでもおなじみの夢のうちさんによる可愛いミニキャライラストを使用したトレーディング缶バッジです。こちらですね、 A ボックスと B ボックスで収録されている陣営が異なります。 A の方は白の恵と白狼組の11キャラ、うん、B の方は黒城組とフェニックスと天下育の9キャラが入っております。かわいいねえ。後ろの背景もね、なんかギャ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 ってなってる。ちゃんとね、うん、ピンク、白、黄緑ね、それぞれのカラーがあって、それぞれのカラーになってますね。綺麗ですね。ねえ、なんかかわいいけど、やっぱりちょっとどこかなんか迫力、なんていうの、迫力あるっていうかさ、うん、ちょっと悪いところもありそうな雰囲気が ね、うんうん、ねえ、たまらんですね。いいです。そして続いてドドン。うん、はい、トレーディングミニキャラアクリルスタンドバージョン A バージョン B です。おーい、缶バッジと同じくミニキャライラストを使用したトレーディングアクリルスタンドです、うん、こちらも A ボックス B ボックスで収録されている陣営が異なり、 A の方は東雲組と白狼組の11キャラ、 B の方は黒城組とフェニックスと天下育の9キャラが入ってます。イエーイ、わー、いやーすごいね、かわいい、チビキャラのアクスタもありますね。ねー、はい、そしてですね、ハッシュタグ、はい、ロード59の方でもですね、ぜひぜひ、ね、あ、生？ロード59生と、生、あ、生をつけてほしいと、はい、なるほどね、募集しております。ロード59、いつものハッシュタグにプラスで漢字の生をね、つけてもらえると。待って、私がツイートする。あ、いいね、ツイートして。私今ちょうど充電してる。わかった、オッケー、はい、ぜひぜひ、お願いします。 いやこのチビキャラのアクスタも可愛いですね。ね、チビキャラが来るんだね。ちっちゃですなぁ。いいねぇ。チビキャラの方のしずねさんは傘持ってないのね。あ、ほんとだ。でも、キセル持ってる。あら、いいですね。ね、何かしら持ってますね。続いては、なんとこちらです。ビャビョン。何？なんてこった。やべぇ。え？59億円アクリルキーホルダーです。え？何それ。なんとツイッターキャンペーンでシールやバスタオルなどで登場していた59億円札デザインをファンの皆様からのグッズで出してほしいというお答えに、声に応えてアクリルキーホルダーとして販売決定しました。イエーイ。全20種でお好きなキャラをお選びいただきます。ねえ、ん、59億円ってことは59億円すんのこれ。なんとなんと税込み、嘘、700円プラス税です。700円プラス税です。え、700円で59億円買えんの。そうです。え、じゃあ59億円、これ700円で59億円ゲットして59億円のことができるってこと。いや、それはこのお札は、見てください、うん、天海銀行券って書いてますよね。うん、天海区でしか使えません。あ、じゃあ
天海区に行かないと使えないということ。そうなんです。じゃあ天海区を探すところからうちらは始めないといけない、まあ、国道59号線をね探さなきゃいけないの。そこから天海区に行く。まあ私はあの辺にあると思うんだよ。かわかんない、もう次の舞台とかでさ、しず姉さんがこの59億円キーホルダーをこうやって手にブワって持ってさ使えるかもしれない、超安心しみたいな、もう金ならあるで、金ならあるであんたの好きにあんたの好きなもん、使えば好きなもんこうたらええやんって使えちゃうんやろか。いいじゃん、いいじゃん、やったー。はい、ということですね、はい、こちらの各商品は12月24日よりストアミクサとブシロードオンラインストアにてご予約受付開始します。はい、続いての新情報はこちら。こちらのフェアのためにギドラさんが書き下ろしたベネディクト様のクリスマスイメージイラストも公開いたします。いきますよ皆さん、ちょっと準備よろしいですか。ドキドキ、心臓止まるかもよ、マジで本当に、本当にいきますよ。クリスマスイメージのベネディクト様、こちら。あらやばい見てくださいこれ。なになに、寝そべってるの。寝そべってるし、なんかプレゼントいっぱいあるよ、星持ってるし、セクシーだし、ね、あれ胸元開いてますよ ね。いや胸元は前から開いてない。開いてるけど開いてますよね、もともと開いてるけど。もともと開いてるけど、この上目遣い、しかも見て見て、あのさ、クリスマスツリーのてっぺん持ってない。もう本当に、ね、ここにあるよ。いや、ね、心臓に悪いイラストこれ。あとね、あの、うん、プレゼントボックスに何が入ってるか気になる ね。ちっちゃいね、やっぱ宝石とかなのかな。やっぱ大きいものじゃないんだ、金塊とかじゃない、ベネディクト様は、ね、たまらないですね。なので皆さん、ちょっとコメントツイッター上でもお願いします。私がまだちょっと心臓止まりそうってツイートするんで、心臓止まりそうということで ね。 そしてですね、こちらのね、すごいイラストをね、使用したグッズも登場しますよ。だーん、一つは、一つ目はですね、はい、こちらです。一つ目は書き下ろしイラストを使用したクリアファイルです。表面のイラストはもちろん、裏面のデザインもとってもおしゃれ。うん、二つ目はスタンリー付きで立たせて飾ることもできる缶バッチです。だーい。そして三つ目は書き下ろしイラストをさらに魅力的に見せるおしゃれなデザインの A3 クリアポスターです。ということで、現物こちらにありますね、見てくださーい。じゃん、キャー、すごい。あー、もうほんとにねー。で、裏はね、うわっ、ロード59、フェニックスって書いてます。フェニックスって書いてる、ね、ベネディクト・ロレンツ・バザーリって書いてます。よく読めましたね、すごいですね、読めますよ、素晴らしい。私は天界区の住人なんで、さすがです。もともと私もちょっとフェニックスにいたんで。あー、そうだった、忘れてたわ。そうでした、そうです。はい、そしてはい、ここ見て、あ、キャンバッジ見えた。あら、こんにちは、スタンドになってるの。すごい飾れますね。本当だ、ここにもベネディクト・ロレンツ・バザーリって書いてますね。そう、言いたくなるんだね。言いたいんです、言いたくなっちゃう。アイバーさん何持ってんの。はい、あ、逆でした。あら、逆、逆だとこっちです。見てください、こちらクリアポスターなの。クリアポスター、もう本当にいい、マジですごい、本当にセクシー、おしゃれよ ね。色もね、わかるかな、これほら、赤つけてね、いいんですよね。ほんとセクシー、額に入れて飾ってください。白い壁とかに貼ったらどうなんの。いいこと言うね。あらあらあら、綺麗ね。ほんとだ、あ、より赤が目立ちますね。より赤いですね。なんかこのロード59の文字も目立つ。うん、よきよき、セクシーでございます。はい、こちらよろしくお願いいたします。さらにですね、フェア期間中の特典情報もありますよ。おーい、まずはオンラインストアの方からこちら、うん、じゃじゃーん。12月24日金曜日から12月31日金曜日までにブシロードオンラインストアにてロード59の対象商品を含む会計2000円ごとにミニキャラポストカード全20種類の中から1枚をランダムでお渡しします。さらにフェア対象の方の中から抽選で2名様ですよ、クリスマスイラスト仕様のベネディクト役青井翔太さんのサイン入りポストカードをプレゼントします。サイン入り、わすごい、2名様です。サイン入りポストカード、うー、そして、はい、ストアミクサの方はこちら、ロード59の対象商品を含む会計2000円ごとにミニキャラポストカードをお渡しします。ここまでは一緒なんですよ、はい、
ただポストカードをお渡しした方の中から抽選で3名様です。クリスマスイラスト仕様のベネディクト役青井翔太さんのサイン入りフェア告知ポスターをプレゼントします。あ、違うんだ。あ、ポストカードとポスターか。そう、ポストカードなのかポスターなのか。そしてね、ブシロードオンラインストアは2名です、抽選。でもストアミクサは3名様なんですよ。はい、いやすごい贅沢贅沢ね。翔ちゃんサインが入りますよ、うん、はい。そしてさらにですね、12月はベネディクト様の素敵なクリスマス絵柄を公開しましたが、うん、なんと1月もギドラさんによるお正月イラストがあります。え、じゃじゃーん、ハテナ、ハテナ。そして今ご紹介したフェアも1月1日から1月16日は書き下ろし正月イラストに描かれたキャラクターを演じるキャストのサイン入り正月告知ポスターや年賀状ポストカードが抽選で当たるとのことです。ぜひこちらもお楽しみに。ほう、もちろんミニキャラのポストカードは1月ももらえますよ。え、ということはベネ様じゃないキャラクターがやってくるということですかね。そうです。う、誰でしょうね。誰でしょう。じゃあ皆さんこれもね、予想していただいて、くださいね。一体お正月だと思う人は誰ですかね。誰だろう ね。正月っぽいめでたい感じで、ね、答えは1月1日に解禁予定なので、うん、答えは1月1日まで待てということでね、うん、はい。そしてさらに12月24日金曜日から12月31日金曜日の期間、ストアミクサ店頭でベネディクト様によるスペシャル店内放送も行っちゃいますよ。店内放送の内容はストアミクサでお買い物を楽しむベネディクト様の様子が伺えるような内容。え、じゃあ一緒になんか買い物してるみたいな気持ちになる。そういうことだよね。え、ベネ様と一緒にお買い物。え、そんなの全部買うんじゃない？すごいね。ここからここまでみたいな感じで、ね、やりそうだよね。ね、なってそうだよね、うん、みんなびっくりしちゃうよ。あらまー、こちらの店内放送企画も1月1日土曜日から1月16日日曜日は正月イメージの書き下ろしイラストに描かれたキャラクターが登場するということなので、入れ替えだね。え、なるほど、なるほどね。ベネ様の次、また1月1日から違うキャラが買い物している。あら、じゃあ一緒に買い物してる気分になれる ね。ということでね、今ツイッターの方もねコメント見てるんですけどね、ほい、ベネ様美しいとか、お正月楽しみだなって、誰だろうって、ね、誰ですかね、誰だろう誰だろうって書いてますね。みんな気になってくれてるわ。気になっております。はい、当たるといいですね、皆さん予想がね。いや、そしてですね、はい、なんとまだまだございます。まだございます。続いてはこちらです。はい、おお、今回のフェア期間中にストアミクサ店頭にて舞台衣装の展示も行います。うん、今回展示されるのは柳バクト、日室翔、スメラギケンセ、ベネディクト、ロレンツォ、バザーリ、そして日室静香、ヒイラギレンゲの6キャラクターの衣装です。すごい。え、この6キャラクターの衣装が並んでしまう、ね。いや、多分皆さんびっくりすると思うんですよ、はい、男性陣でかいです。あ、この写真で見るとね、ちょっとわかんないかもしれないんですけど、身長同じぐらいだもん ね。男性陣はとっても足が長いんですよ。確かに、本当に背高い。このね、リーダー4人のスーツは生地からこだわったオーダーメイドなんですよ、ね。まあ、みんなまあオーダーメイドではあるんですけど、スーツがすげえ、まず本当にデザインがめちゃ綺麗、ね、素敵なんです。こだわりにこだわったスーツですし、もちろん私たちの衣装も ね、まあ、私で言うと着物なんですけども、うんうん、まあこだわりにこだわっておりますよ。もうこのグローブっていうか手袋も一緒に展示されるんだよね。そう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 、ね、あと着物の模様柄とかもそうですし、うん、本当に細かいところとかもすごいこだわって、うん、刺繍とかもすごいので見てほしいし、クドハルの ね、衣装もね、この袖のね、袖のレースね、うん、ぜひぜひ注目してもらいたいですね。黒だけど、黒だけどこだわりがやっぱすごいもんね。そうそう、なんか真っ黒なのかなって思いきや、うん、ちゃんとそのグレーだったりいろんな色があって、そうなんですよ、おしゃれなんですよ、ね、ちょっと自分が実際に舞台で着てる衣装だからちょっと恥ずかしいよ、ね、恥ずかしいよ ね。めちゃめちゃ汗かいてんだよねびっしょびしょに汗かいてるからさ、むちゃくちゃ共に戦ってきたね、うん、衣装だから、ね、そう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 、そうよ。
だからそれぞれ戦ってきた衣装を皆さん近くで見ていただけたらなと思います、うん、はい、そしてさらにもう一つ12月24日金曜日15時より、うんうん、ステアミックス、ストアミクサと同じ池袋ミクサライブ東京の中内にあるホールミクサにて舞台第1弾の応援上映会プラスキャストトークイベントの開催が決定しました。あーすごーい、よよ贅沢。はい、こちらの上映会はですね、ご時世的に声出しは NG なんですけども、うん、ペンライトやうちわの持ち込み、拍手、手拍子での応援が OK となっております。はい、ホールミクサの大画面のスクリーンで舞台第1弾をお楽しみください。またこちらのキャストトークイベントの出演者は鳴山聖吾役の前田誠二さんと大井町隆久役の白俣敦さんのお二人でございます。さらに来場者特典としてギドラさんによる聖吾と隆久の書き下ろしイラストを使用したポストカードもお渡し予定です。あら、こちらのイベントチケットは12月10日午前10時より発売予定です。先着順での販売となりますので、規定枚数に達し次第終了となりますのでご注意ください、うんうんうん、クリスマスイブ、そして舞台第1弾1周年の記念日をみんなで一緒に盛り上がりましょう。すごい、書き下ろしですって。すごいね、うん、来場者特典、書き下ろしだから今載ってないよね、まだ ね、そうだね、書き下ろしが一体どんなイラストなのか、どんな感じなんだろう、わからない。しかもこの2人ってね、この2人だもんね、聖子と大井町。そうですよ、大井町ってよく言うてますもん ねそうだわ、楽しみ。そして映画館仕様のスクリーンということで、うん、お家で見るよりも大迫力で楽しめそうっていうね。どんぐらい大きいんだろうね。ね、気になる、気になる、これは、ね、気になりますね。あとさ、やっぱさ、舞台中はさ、そのペンライトとかうちわってさ、うん、まあ ね基本ダメなんだけど、うん、ライブとかじゃないから、うん、なんと上映会は OK だからさ、いつもと違った感激体験になりそうだね。そうだね、まあぜひね、推しの組の戦闘シーンではですね、うん、推し組のカラーのペンライトでの光を応援してあげてほしいんですけども、なんとね、もうね、あるんですよ、カラー。あるんですか、まあ、皆さんね、大体まあ予想ついてるかもしれないんですけど、例えばね、東雲組が戦ってるみたいな、うん、私、東雲推しだからっていう方は、うん、青とピンク、あー打って打って、そして白狼組きたーってなったら白と水色打って、そう、じゃあ黒城は何だと思います？黒かな、黒、うん、うん、ない、あれ黒ない、あんま入ってないですね、黒城は。あ、でもあれじゃない、あのほらさっきのアクスタとか缶バッジとかのカラーだよね。そうですね、黄緑と緑、正解、イエ。だから黒潮頑張れって思ったら、うん、ケンセイさん出てきたら、ケンセイさんも出てきた、これすんのカチ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 って。だってさ、私とメイシャのこと こうやってやってる時にさ、こうやってみんながさ、こうやってやんのこうやってる時にケンセイさん待って、私振りをしておーいっつってこらーって。そう、でもそういうことでね、ヒイラギ姉妹がこうねやってる時にさ、あ、確かに我々が高かってるんだけどね。そうだよ、そうだよ、あーってできるわけですから。え、じゃあさ、しぐれさんのさ、あのやつとかさ、うん、どこだ、あそこのシーンとか何色にすんのそれはビリの話です、ビリの話です。あれはあれは、まあ、まあこれから見る人もいると思うんでね、ちょっとあんまり言えないんですけど、しぐれさんがちょっとビリってしちゃうところがあるんですよあれは、白のあれは何色、まあ一応赤とピンクですけど、うん、でも事件的に、あ、違う違う、青とピンクですけど、うん、やっぱ事件的に赤でしょ。赤ですか、うん、やっぱ赤なんだ、うん、青と赤入れてほしい、ね、青と赤青と赤入れてほしい、しぐれさん事件 ね、なるほどね。で、フェニックスはピンクとマゼンタ、あー、だからはきたフェニックスも来たーってなったら、アンソニーとかイリーナがね、そう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 、バチバチに戦ってるんで、わーってやってもらって、で、ここもあるんですよ。なんだい、ブシロードの看板の時、あ、大活躍、ブシロードの看板、 あれは、うん、白と赤で応援してください。あのシーンだけ、じゃあ、あとあとあと、何、はいはいはい、あと私もすごい好きなシーンがあるんですけど、何何、うん、もう分かってますよね、あの、カズオミとシズネのシーンがあるんですよあの二人で会話してるところね、ほんと好きだよね、なずっと言ってる、稽古の時から言ってる、稽古の時フーフーって言ってた、ずっと言ってた、マスクの下でフーフーって言ってたで、あそこは何色、うん、うわっ、あそこは、あと赤にする、わーって、いやいや、なんで燃えてんの、ゴラーっつって、いや違うでしょ、ここは、うわ、いいよ、どっちでも、でも相性がいいのは水色と緑ですか。あ、やっぱじゃあ黒状の色と白狼の色で、白かな、白狼って言ってるし、白と黄緑、あ、わかりました、そのシーンを白と黄緑、うん、ピンクにするかどうかはそれぞれ妄想次第です、妄想次第ですね、妄想次第です、はい、
というね。うちわもね、いいのね、いいね。ねえ、うちわね、うん、確かに。なんて言った、例えばさ、ロード59キャラの応援うちわを作るとしたら、なんて、なんだろう、書きたい。ライブとかだとさ、こっち見てとかじゃん。そう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 、こっち見てみたいな、ファンサーちょうだいみたいな、投げキッスしてとか ねあるけど、うん、でも私はもう、しずねえは違うでしょ。しずねえは絶対閉めてだと思う。あ、閉めてほしい。かな、勝ち込みみたいな。そうそうそう、ね、勝ち込んで、勝ち込んでうちに勝ち込んで勝ち込んでくれっつって、えーってはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、え、レンゲなんだろう、なんだろうね。でもやっぱヒイラギ姉妹だから、うん、やっぱヒイラギ姉妹ファンサしてみたいな。あで、ね、ひっくり返すとそのケンセイ様ウィンクしてみたいな。あー、ケンセイ様にウィンク求めるの。うん、え、私あれよ、あれ、あのレンゲのセリフあるじゃん、私に命令しないでってやつ。 それをやっぱ言ってほしい。あでもそれうちわに書くのちょっと長いね。そう、長いね。あのセリフ言って、あのセリフ言って、あ、でもいいね、それ全員に使えない、それ全員に使えるよ、全員に使える、あのセリフ言って。ずるずる。 DD だ、誰でも大好きだ。 DD じゃん、ほんとだ、あのセリフ言ってね、全員に使えるから。でもそれいいかもね。いいね、応援上映でさ、スクリーンに向かってさ、あのセリフ言ってっていうのめっちゃおもろない。でもタイミングよく出したら私のために言ってくれたってできるよ。あー、なるほどね、なるほどね、分かったわ。もうどのタイミングで来るって分かってて、うん、あのセリフ言ってって言ったらこう言ってくれるんでしょ。あーって、あーってつながってる。そういう遊びもできますから、ぜひぜひね、やってください。新しいのができましたね。新しい、これなんかそれぞれにね、何々してって使えますから。まあね、うん、使えるよ。いけるよ。だからしぐれさんとかもリンゴ絞ってとかできるよ。あー、私のためにリンゴ絞ってって。で、鈴鹿はなんだろうね、バットを、バットを、バット振りまして、バットでボコられたいみたいな。でも、ね、私のためにって。そうだよね、俺のためにバットみたいなね、持ってくれってなるかもしれない。そうしよう。うん、できましたね。いろんな楽しみ方があっていいですね。いいですね。はい、15時から舞台第1弾の本編上映ですが、うん、舞台の本編は長丁場なので1幕と2幕の間に休憩を入れる予定とのことです。え、また前田さんと白俣さんのトークパートは18時10分頃からのスタートだそうです。お願いいたします。はいはいはい、ということでですね、まだまだありますよ。続いてはこちら。9月にゼップダイバーシティ東京で行われたロード59新時代人気を解くスペシャルイベント、ロードトゥパーが12月27日月曜日午前10時より E プラスストリーミングプラスにて期間限定リレー配信することが決定しました。イエーイ。こちらの配信チケットは本日この放送終了後となる12月6日21時より販売開始です。うん、価格は各公演2000円となっております。ぜひ年末年始のお供に朗読劇とトークで大いに盛り上がったロード59のパーティーをお楽しみください。ねえ、すごい楽しかったですよね。楽しかったね。なんか時々殺伐とする時もありね。うん、朗読劇そうがね、グループで分かれててさ、そう、我々一緒だった、ね、そう、私たちがね、あんま舞台とかでもそこまで絡むことはなかったんですけども、うん、そうだね、なんだっけな、私たちはね、どっちが支払いをするかみたいな、うん、どっちが支払いっていうかね、うん、最初に私が確かお金払ってたんだよね。払おうとしてたら、そのしおんくんがさ、うん、いや姉さんみたいな、うん、そんなみたいな、悪いですよみたいな、そう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 、じゃあなんかええー、ねんええー、ねんみたいな、ここは払わせるもんやねみたいな感じでやってきたら、なんかいつまでちんたらやってんのよ、早く払いなさいよみたいな、後ろ詰まってんのよ、生意気だわ、生意気なのよ、バチバチっていう、そう、ここでねやり取りするんですけども、うってなる、ってなるから、これちーってなるのよ、ちーって、私はふーってなる。そうなんですよね。これ皆さんね、楽しみに ね、うん、ね、まあ、見た人はね、もう一度楽しんでいただくもよし、うん、まだ見てないよという方は私たちのやり取りも楽しみにしていただきたいですし、ね、他のね、そうそうね、キャラクターたちのやり取りもね、面白かったね。スーツ買ったりさそうそうそう、その組長の誕生日プレゼント何するみたいなね、ね、言って、なんかちょっとそのスーツ買うシーンではね、なんか、うん、なんだろうな、やっぱりちょっとまあ派手すぎるとかね、うん、センスがみたいな感じをね、ちょっといじられてるんですよね。あとさ、ゆうとくんがさ、うん、めっちゃ喋ってるじゃん、基本。そうだね、なんかゆうとくんメインでみたいな、今日は組長の誕生日プレゼント僕みんなで買いに行くんだみたいな、うんうん、まあそのゆうとくんをフォローする君沢さん、まあ太陽くんをフォローする君沢さんも面白かった、私は
確かになんかちょいちょいハプニングがあったりとかして、ちょいちょいハプニングがあった、まあ、生の朗読劇ならではなので そこも楽しんでもらえると嬉しいです。そうありましたね、はい、各情報の詳細はロード59公式サイトをチェックしてください。皆様ツイートもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ見てみようかな。みんな、あ、言うと看板のように振り回してとか、言うと看板のように振り回してすごいね天界区民レベル高えなみたいな、ズボン破らないでってね、あ、ペンライト売りましょうよって言われてますよ。確かにね、うん、だってストアミクサーの近くってかそこでやるんでしょイベント、うん、下手したらね、そうじゃんね、だってそのままペンライト買ってね、ペンライト買っていただいて、確かに、しかも順番をさ、うん、そのいい感じの順番具合でやってもらってね、白狼組は白狼組のこの順番ですぐカチカチできるようにやっていただけるとね、しかも2本売りセットですよ、うん、もう1セット、ね、こっちが白でこっちが青出せるやつで、こっちが黄緑出せるから、こうやって順番にやればもうすぐセットできる、ね、すぐできるからね、うん、いいいいじゃん、いかがでしょうかお偉いさんよろしくお願いします。いや嬉しいですね、ありがとうございます。コメントねえ、あーすごい、みんなサントラもいつか販売お願いしますって。あーねー、そうだね、はい、我々なんか歌ったもんね、歌った ねそうだそうだ、歌わせていただいてね、そうだわ、今あれはもう公開されてないのかな、あれ期間限定だったよね、視聴動画、あれ期間限定だった、視聴動画はね期間限定だったから、あら、そうなんだ、今はどうなんだろうね。あとマゼンタがあるペンライトお願いしますということでね、マゼンタね、確かに意外とないのかねえ、はい、ではではですね、この後は天界区住民大アンケートの結果を発表したいと思います。まだまだ終わりませんよ、お楽しみに。ここからは、こんなコーナーをお送りしましょう。天界区住民大アンケート結果大発表よっ、あ、かわいい、かわいいです ね。はい、舞台第一弾上演1周年を記念しまして、先日ロード59ファンの皆様を対象とした天界区住民大アンケートを実施いたしました。天界区の皆さん、ご協力ありがとうございました。ということで今からそのアンケート結果を発表していきたいと思います。早速見ていきましょう。まずはこちら、天界区に住んでみたいっていう質問を天界区の皆様にしたんですか。いや、そんなの住みたいって 100% でしょ。まあでもだってね、住みたいから住みたいから皆さん天界区にいるんでしょ。私たちも住んでる、住んでるから ね。じゃあ見てみましょうかね。はい、おー約半々じゃないか。おー、 44% の人はもうダメです、これは ね説教ですよ、もうほんとおかしいよね、静音に締められます、ね、もうぜひ住んで税金を払ってください納めないとね、納めてください、本当ですよ。これはあれなのかな、やっぱり見ておきたいって感じなのかな、あんまりでも住みたいって方もいるから 55.9% いますから ね。でも思ってたより少なかったですね、意外ですね、やっぱちょっとね、世界を見てるとねじゃあ住むのは怖いなってなるのかもしれません。では次行きましょう、はい、おロード59のラインスタンプ使ってるということで、ね、使ってますよ、これも 100% でしょ、ロードトゥーご飯ね。じゃあどうでしょうか、ドン、お、ありがとうございます、ありがとうございます、使ってる 63.4%、 使ってない 36.6%、 これももう締められます、締められます、 36.6% の人締められますよあらあらあら、ぜひぜひ皆様ね、使ってください、これね、出てますんで、もうおかんがめちゃくちゃ使ってるんですよ、あら、おかん何使ってんの、あかん、あかんか、しずねのあかんがめっちゃ送られてくるっていうのと、あかんね、あかんめっちゃ使ってくる、あ、そう、でもね、使い勝手がめちゃくちゃいいんですよ、あかんは確かに使い勝手いいのか、他にもいっぱいあったんでね、うん、ちょっと皆さんね、まだ買ってないよっていう方はね、うんうん、ぜひぜひチェックしてください。では、はい、では続いては次行きましょうかね、ドン、天界区で一番兄貴を姉子と呼びたいキャラクターといえば、ほう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 、では、おおお、しずね、え、めちゃくちゃ、え、しずね、しずね 62.9% もくれてんの、すごい、もう半分以上じゃん、え、ありがとうございます、だってバクトさんより全然上だよ、え、めちゃくちゃじゃん、
皆さんにとって姉子なんですね。いや姉子だよ。感謝です。どう考えてもボードトゥーパーティーでもね、あの言っていただけまして、ね、すごい嬉しいですね。ちゃっかり私のキャラいるな。いる、ちゃっかりいた。レンゲもやっぱ姉子ですか、ね、まあ一応お姉ちゃんだからね、はあ、あでもしぐれさんもなんかわかるわ。わかるね、ついていきたくなる優しさがね。兄貴優しいよね。へえ、そうなんだ、嬉しい。じゃあ次行きますか。はい。どちらかというと兄貴おは姉子と呼ばれたいか呼びたいか、どっち。え、自分が兄貴姉子になるか呼びたいか。部下だよね、呼びたいか。あー、え、どっち。まあさ、アイバーさんはさ、うん、呼ばれてるじゃん、うん、姉貴って。そうだね、姉さんって。姉さんとかね。私は姉さんかあんまないから。でも実際はどうなの、呼ばれたいか呼びたいか。あー、兄貴、兄貴って健生様でしょ、だって。そうね。うわー、いやー、呼ばれたいにしよう。呼ばれたいにする。呼ばれたい、私も呼ばれたいですね、うん、では結果どうなんでしょうか。え、少な、え、少な、呼びたいんだ。え、あれみんな、じゃあ何、後輩気質みたいな。後輩気質なの。え、みんな呼ばれた。我々はパイセン気質なの。お、あれ、そうなんだ、意外だったわ。あ、みんな呼びたいんだね。意外。じゃあこれからいっぱい呼んでください。いっぱい呼んでくださいね。お願いします。じゃあ次。はい。天下育で一番可愛いキャラといえば。あー、もうそうですね。これでも何を思って可愛い。これはあの私任務ありました、思い出しました。任務ありました。あのロード59の現場では必ず、はい、加藤里穂奈さん可愛いって言わなきゃいけないんですよ。そうですね、一回言いました。はいはい。なのでじゃあ加藤里穂奈さん、はい、イリーナにします。イリーナ、まああると思いますが、はい、まあ私はやっぱ我が妹鈴鹿、はい、かなと思いますよ。なるほどね。ただ男性もね入るかなと思うんですよ。あー、ユートとかね、ありそう、ちょっと入ってくるのかなと思います。犬みたいだもんね。うん、なのででは結果こちら、ドン。あ、やっぱり鈴鹿、うちら強っ。え、てかレンゲいた。レンゲ、ありがとうございます。アンソニー、アンソニー、アンソニー。わかるわ、アンソニーも。アンソニー確か、え、ちょっと待って、アンソニーとイリーナ一緒じゃん。3位だけど大丈夫これ、ね、怒るんじゃない。わ、なんと黒女3人いるよ。えやーべー、ね、ケンセさんいない。やーべー、黒女いつから可愛い組なの。5位にケンセさんもいるはず絶対。え、カズミはもうこの間のロードトゥーパーティーの流れでしょ。まあそう ね、確かに、まあ、気になる方はちょっとあの配信見てください。でもこの結果は私もアンソニー可愛いって言ってたもん。まあでもそうだわ、思い出した、うん、言ってたし、ね、イリーナも可愛いけど、これリホニャンのあれもあるかもしれない、ね、リホニャンのせいだよねこれはね、うん、でもヒイラギ姉妹はそうね、可愛い、まあ可愛いし美しいよね。Thank you、 うん、それはありますね。これはまあでも納得のいく結果です ね、 ね。はい、では続いていきましょう。こちら、ほい、ロード59の中で一番魅力的だと思う要素は。あら、あ、ロード59の作品のね。ね、ちなみにアンケートは、はい、1キャラクター、うん、2世界観設定、3アクション、4ストーリー、5キャスト、6その他。悩めますね。でも世界観かな私。だってこの世界観がなかったらそれぞれのキャラクターとか出てこなかったしね。確かに、私もその一番最初に、うん、その設定資料か、うんうん、をまだ稽古だったりとかいろいろ始まる前に見た時は世界観だったな。いや本当に、うん、ね、私もそう思いました。では結果こちら、ドーン。あらー、わー、キャラクター。あ、でもキャストもすごいよ。本当だ、ありがたいね。お、キャラクターが来てキャストが来て世界観なんだ、ね、おー、すごい嬉しい、ちなみにその他の回答はですね、あのラジオとか全部好きっていう人が多かったです。ありがたいですね。はい、ちょっとみんなキャラクター愛してくれてるの嬉しいね。嬉しい、だからキャラクターとキャストがさめっちゃぶちぎってるって嬉しいね、うん、嬉しいね、ありがてー。はーい、では続きましてこちら、はい、ロード59の中で一番好きなシーンは。いやもう出た出た、これはもう優勝です。やっぱね、カズオミとシズネの、いやいやいや、ね、風邪ひかんといてな。ね、風邪ひかんといてな、大きに、大きには言ってへんか。まあ、そこです、はい。笑っちゃうんやけど。違うでしょ、そうでしょ。え、相葉さん的にどうなん。うわ、好きなシーン。え、でも私はあのヒイラギ姉妹、これ本当にクドハルがいるからとかじゃなくて、ヒイラギ姉妹の第1弾のね、あ、やっぱ最後の、あ、いつも言ってたの本番中に。おわ、しん、あの、あってなって、そう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 、うってなって、楽屋戻るじゃん、はーって終わったーってバーンつって、うん、シャーバーいい死に際やったみたいな。
いいぶっ倒れ方やったみたいな。今日も良かったです。私はもう出番が終わって本当にゆっくりみなもう視聴者としてこう見てたから、今日も良かったです。今日も良かったです。でもどうだろう、言ってたけど、あとでもさ、これでもこれって出るの？イリーナとバクトのシーンもすごい好きなんだよね。あそこの戦うシーンね。そこの戦うところね。うわこれどうなんだろうね。うわむず、全然違うかもね。これでも第1弾だけのアンケートですかね。全部かな、第1弾じゃない、ね、え待って、オープニング入ってこないかな。私オープニング初めて見た時にもうめちゃめちゃゾクゾクしたんだけど。確かに自分がさやってることと自分の周りしか見えてないじゃん、うん、正直あのこの人と戦って、ね、回転して次この人と戦ってみたいな、うんうん、だから意外と上の方で何起きてるかって分かんないんだよね。そうだけど実際に映像を見た時にえぇ、ー、みたいな、うん、こんなみんなこんなことしてたんだっていうのがあるから、うん、まあ、オープニングの可能性もあると思います。なるほど、ね、では、まあ、見てみましょう。こちらあれ、お、まず待って、6位オープニングたてし、本当だ6位でした。あ、夜桜コース入ってる。あ、じゃあ全部だ。夜桜コースラスト、イリーナのワッピンを剥がすベリーブ、はいはいはい、夜桜コースのさラスト多くない？ね、ほんとだね。自分の東雲組への思いを一条に伝えた高久が偽札を破るし、いや黒城組はですね夜桜コースラストないんですよ。じゃあ本当に自分たちでオリジナルやりましたけど。そうだやってたね。え、じゃあ5位、5位とかは。いや私絶対でもヒイラギ姉妹は入ってると思う。いや私はカズオミとシズネ入ってると思います。いい、入ってるかな、あのちょっとのシーン。じゃあ次行ってみましょうかね。あ、夜桜コース高久と敬吾のガグータッチね。うんうん、で舞台第1弾の静かのご機嫌を乗る黒組ね、事件があったとこですよね、はいはい、3位がユートのブシロード看板大回し。え、3位なんだ。静かのために篠宮を訪ねる静か、あーいいね、あーはいはいはい、あそこは良かったね。あそこね、頭を下げるシーンね。2位、舞台第1弾ヒイラギ姉妹のラスト。舞台第1弾なんかあそこだよ、よかったでーってやつ。え、よかったでいいっていうとこでしょ。よかったで、ほら舞台第一、あれさっき話した話忘れた。大丈夫、ヒイラギ姉妹 ね、ごめんごめん、氷室姉妹かと思った。氷室、ごっちゃになってんじゃんかよ。ヒイラギね、そうでしょ。よかったでいいのとこでしょ。すげえ今アフロ、そうでしょ、ね、うん、あれ舞台第二弾の氷室姉妹のシーンかもよ。え、1位、1位そうでしょ。やばい、カズオミとシズネのシーン入ってないじゃん。じゃあ1位どうぞ。ほら、嘘、やっぱみんな姉妹に弱いのよ、姉妹1位2位なんだけど、ワンツーだよ、ね、姉妹に弱いんだよ。でもこのシーンをね袖でずっと見てたの、黒城でね、うん、4人でね、うん、いいよねみたいな。なんで僕たちはさ、いやそれケンセイさんエピローグがないんだろうね。いやケンセイさんや、その喋り方。いやまあでもしょうがないんじゃないですかねみたいな。じゃあこの後の挨拶でやります。じゃあここういう流れでここアドリブしてくださいっつって。ああようやったな、あれ。そうか、これがエピローグのアドリブ生まれたきっかけでもある。 すごいこのシーンでストーリーが、別のストーリーが生まれた。姉妹好きで、すごい、ワンツー姉妹だ。ワンツー姉妹です。へえ、でもなんかハッピーエンドとバッドエンド感があってちょっと切ないね。確かにそうだね、ハッピーエンド姉妹いいな。あ確かに、うちらはこれハッピーエンド姉妹やったけど、ハッピーエンド姉妹、ヒイラギ姉妹はでもあれはあれで、あれってなるよ。ちょっと待って、シズネとカズオミ、私だけもしかして。私だけかな。確かにね、みんなどう思ってんだろう。私だけ、そうかもしんないよ、ね、やばどう思ってんだろうね。そうですか、これは、はい、じゃあ次、はい、行きましょうかね。次は日常で使ってみたいロード59のセリフ。もう私たち喋りすぎてる、テンポ早めでって。本当だ、行きますか。はい、ではこちら、ま、いいでしょ。あーそうね、ほら、私に命令しないで。ジャーカー信者すごいな。ジャーカー信者は普段言ってる？言わへんな。あージャーカーシーとやっぱ言いませんね。うるさいな。いやでもまあいいでしょうか。これは使い、これはもうスタンプになってるもんね。ねスタンプになってるもんね。うん。いやいい。そうだ。ありがとうございます。私に命令しない。テンポ早く、そうでした。あじゃあ次行きましょう。はい、次。いや我々喋るとマジで長いんで本当に。はいそうですよ。もう2時間なんて余裕でいきます。3時間もね行けちゃいますからね。はい、はい、次のうち自分がされてみたいことは、しずねえさんにどやされる、ヒイラギ姉妹に嫌味を言われる、ケンセイ様に踏まれる、ベネディクト様に精神的に振り回される、ブシロード看板の代わりにユートに物理的に振り回される。全部やだ。うん、いや私は3番されました。ああどうでした？いやでもなんかあの優しかったです。で悪くない。
あの優しかったから大丈夫あ本気だったらね、本気だったら舞台ですから。そうですね、そうなんです。あれはそう見えるだけですからね。しずねさんにどやされた人も何人かいます。そうですね。一体じゃあ、いいね、あ行きますよ。じゃあ結果見ますよ、はい、どん。おー、ぶっちぎりやん。みんなどやされたいの M ですね。なんか女性キャラにどやされたいんだね。確かに。だって剣聖様に踏まれるもっと多いと思ってたよ。意外だ。全部やだ、地味に多くない？多いねゆうとにでも結構やっぱ M の方が多いんですね。ねー面白ー。じゃあいつでもなんかね、ビンタ会じゃないですけどどやし会みたいなのやってください、ね、どやされたい方募集してね。そしてですね、まあ、そんな剣聖様絡みの質問あります、はい、お、何ですか？じゃじゃん、こちら。はい、もしも和臣が1日あなたの忠実な部下になったらどんな仕事を頼むって。はい、ねえ、普段は剣聖様の言うことばっかり聞いてますけど。おお、なんだろうね、なんだろう、気になる。じゃあ見てみますか、ね、こちら。あっ、家事代行してしてほしい。ねえ、家事代行してうち来てよ。でも洗濯物とかやだ。おお、うん、もういいよ、和臣はもう業務的にやってくれるよ、ね、なんかゴミ捨てとかやってもらいたいかも、うんね、和臣家来て、うん、ゴミ捨て。あ、まあまあやってくれそうだけど、ね、やってくれそうだよね。家事代行してほしい。料理も作ってほしいし、あ、本当に片付けてほしいし、いい休暇をあげる。優しい。優しいね。運転手運転手欲しいかも。うちらの送迎してほしいね。そう、だからライブとか終わったらさ、うちら和臣が返してくれるんだよ。え、超楽じゃない。え、もういいじゃん。舞台の稽古行くって時もさ、こうやって。え、じゃあもう本人、スエさん呼ぼうよじゃん。あースエさん、本人スエノさんにね。スエさん、ね、スエさん。まあまあまあ、確かにあの、ね、事務所のね、先輩なんですけど、スエノさん、あの事務所のバーベキューとかで一生懸命やってくれてます。本当にもう感謝感謝感謝。ねえ、肉一生懸命焼いてくれてる。え、カズオミやん、やっぱりカズオミやん。やっぱカズオミだわ。え、ってことはやっぱ歌手代行もやってくれる。リアルカズオミかも。家事代行もやってくれる。ちょっと確認します、事務所に。はい、これも面白いですよ、はい、では次行きましょうかね、はい、次。バクトのおごりで食べたい焼肉の肉は。バクトのおごりだったらもうあの肉です。あ、でもなんか選択肢あるよ。何？1カルビ、うん、2上タン、上タン、うん、3ハラミ、うん、4ホルモン、5、うん、野菜セット、椎茸、玉ねぎ、トウモロコシ、6ビビンバ、7締めのアイス、8、うん、その他。私その他。私もやっぱシャトーブリアン。あー、でも近い。いいですね。も私もサーロインステーキ。あー、いいね。バクトって感じがする。うん、でもおごりだからね。そう、おごりだからやっぱドーンとしたこれぐらいの肉よ、バクトは。やっぱもう分厚いやつね。そう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 。我々がちょっと贅沢すぎるかないやいや、バクトだから。こちら。あら、上タン。え、上タンなんだ。カルビ、その他。その他やっぱ同じ。その他はですね、ちなみに、うん、店のメニュー全部とか、その店で一番高い肉とかが多かった。思考似てるわ。そしてね、うん、バクトさんがいてくれたらそれでいいっていう優しい展開クビンもいたって。うちらもそれ見習おう。うちらもそれって言うべき。これうちらが書いたんじゃない、これ。うちらのバクトさんがいてくれたらそれでいいって私たちが言いました。私たちでした。はーい、いてくれたらそれでいいよ。そして次がちょっとよくわかんない質問でした。何ですか。はい、犬派猫派。え、みんなに聞く。じゃあ天海君さんは犬派でしょ。ま、いやでも私はちょっと本当に選べない。まあ実家がね犬だからっていうのもありますけども、うん、うわ、うん、まあ犬、うん、はい、じゃあどうぞ、はい、猫でした。衝撃。私犬派なのに。犬がいい。犬がいい、うん、でもね、なんか猫は相手してくれないからなんか寂しいなって思ってたんだけど、相手してくれる猫もいるの。そうなの。だから猫もいい。犬の香りが好きなんだよね、私。あーのね、散歩中の犬とか横通るときにって嗅ぐ。いいよね、わかるわ。それもいいのよ、あの匂い好きなのよ。その他って何。その他はですね、恐竜、ウサギ、カズオミが複数入ってた。なるほどね。カズオミ完全にトークイベントの流れなんだよな。確かに、カズオミ。他にも加藤リホナ派、工藤さん派など推しの名前を記入してくれる方も。あー、なるほど。あ、まあ、工藤春、じゃあ家に来てくれるということですか。餌は何あげればいいですか。餌ですか。はい、私は、うん、餌。餌何がいいですか。納豆かな。納豆でいいの。納豆大好き。納豆で満足してくれるの。ということで、はい、あ、まだある。まだある。またね、謎の質問あるよ。何。こちら、海派山派。あ、これはダントツですね、私。あなた海でしょ。はい、ダントツ海です。私ね、え、悩む。うわ、悩むな。紅葉いいじゃん。あ、それを言われ
れちゃうとね。そうなのよ。確かに。じゃ山にしとこ。はい、じゃあどうです？あーやっぱね、やっぱ海なんだよ。その他は？その他はあの、うん、家出ない、もう、うん、出ない、出ない。いやでも山海家だったら家だよ。えー、海でテントでこもってりゃいいじゃん。じゃあ次の質問じゃあ次ロード59との思い出を語ってっていっぱいいただいてますよ。ありがとうございます。いただいてますね。これねすごいある、たくさんあるの、たくさんあるの。これか、うん、じゃ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 ありがとねー。じゃじゃん、じゃあ行くよ、行きましょうかね。じゃあ工藤春から行く。はーい。海外の人なので舞台も配信も見れなくてブルーレイだけを待ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっと家に届いた時はめっちゃ嬉しかったです。よろしければ次の配信サイトは海外の人も見れるサイトでお願いします。大好きロード59。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ね、海外の人もね知ってくれてるなんて、ね、ありがたいことだよ。本当に頑張ろう、頑張る、頑張ろうね。うん、うん、本当にセンキューでございます。はい、そしてじゃあ続きましてはですね、あ、です、はい、初めて男性女性がいる舞台を見たのがロード59でした。あら、ありがとうございます。初めは見たい男性俳優さんを見に行く予定でしたが、女性俳優さんの演技もうまく、特にシズネーにハマりました。大きに、とにかくかっこいい18歳の娘もシズネー推し。また舞台やイベントがあれば娘と必ず見に行きます。ありがたい、ありがたいですね。どんどん行きますかね。はい、ロード59に惹かれて演劇部に入部しました。この舞台を拝見させていただいて演劇というものに出会いました、うん、一番大好きな作品です。本当にありがとうございますって。すごい、演劇部ありがてー。はーい、そしてですねロード59の情報が初めて発表された時、世界観設定やストーリー、キャラクター含めて全てがツボすぎて、こういう作品を待っていたとワクワクしたことを覚えています。舞台1作目2作目と期待通りの面白さで、時に硬派に、時に笑いを交えて展開される物語、最高でした、うん、舞台3作目の摩天楼モノクロ構想も楽しみにしています。あら、そうですよ、来年ありますから、私たち、ね、私たちじゃん。そうだよ、そうだよ、12月約1年後。いやそう、1年後すごい。でもそれまでにいろいろあるよね、きっと。きっと ね、あればいいな。まだまだみんなに会いたいで、か、そうだよね、うん、本当にね、こうしてでもロード59のことをさ楽しみにしてくれる人がいっぱいいるんだよね、うん、ありがてぃ、改めて嬉しいなって思いますね。ということで、はい、皆様アンケートありがとうございまし ました。以上、天下区住、天下区住民大アンケート結果大発表でした。ーイエーイ。はい、早いもので間もなく番組も終了のお時間でございます。その前にですね、その他のお知らせをさせてください。グッズ新商品の情報です。はい、ドドーン。日常でも使用できるコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、あ、アムニバス、アムニベアムニバスさんにてロード59新時代人気オトックのネオンサンド iPhone ケースとフォトフレーム風ビッグアクリルキーホルダーの受注を行います。こちらですね、ネオンサンド iPhone ケースは各組のロゴと作品ロゴを使用したとってもかっこいいデザインです。ケース内で揺れ動くネオンサンドと背景カラーが美しいグラデーションを演出し、暗闇ではケースの中が、ケース内がほのかに光ります。ということで実物ございます、こちら。シマシマ、シマシマ、シマシマ元気、すごい、ほらピンク、あ、本当だ、動くね。いやグラデーションすごいね、すごい。そんなこと言ったらこっちだって負けてないんだから。あら、すごーい。シロです。ハクロー組だから、ここ見てた、ロード59のとこもね。本当だ。ここも動くの。ほら、ほらー。すごーい。すごいでしょ。こちらだから暗くなするとね、ここが光るらしいよ、薄く。そうなんです。今はわかりません。ぜひ手に入れてね、確認してください。はい。はい、そして次です。フォトフレーム風ビッグアクリルキーホルダーはですね、こちらドドドン。柳爆刀、氷室師匠、スメラギ剣聖、ベネディクト様の4種が登場です。お好きな景色をはめ込んだ写真を撮ったり、お部屋に並べて飾ったりして、キャラクターとの日常を楽しみください。現物こちらでーん。はい、こちらです。はい、もうね、はい、こちらですよ。はい、はい、こちらですね、予約期間がですね、明日12月、今週12月9日木曜日までです、はい、イエーイ。見逃しなく、し
詳細はアミバス公式サイトをご確認ください。はい、最後に本日発表したロード59新時代人気を解くスペシャルイベントロードトゥーパーティーの期間限定ディレイ配信を決定を記念したキャンペーンを行います。12月26日日曜日23時59分までにロード59新時代人気を解く公式ツイッターまたはインスタグラムアカウントをフォローの上、ツイッターで応募対象ツイートをリツイートまたはインスタグラムでいいねをしていただいた方の中から抽選で合計4名様にイベント T シャツ&非売品イベントロゴビッグ缶バッジをセットをプレゼントいたします。ということでこちらですよ。でかいよ缶バッチ。すごい大きいね。めちゃでかいね。こちらでございます。はい、プレゼントなのでぜひ皆さん応募してください。はい、ということで最後は駆け足になりましたけども改めて、はい、本日いかがでしたか。いや楽しかったね。ねえ、みんな感想つぶえてくれて、あ、コメントもいっぱい来てくれてありがとうございます。想像よりでかいよって。いやー嬉しいね。来年の12月のさ舞台も楽しみだしさ。ねえ、ほんとだよ。まだまだいろいろあるねきっと。そうですね、これからの、はい、これからの展開がねどうなるのかっていうのもありますし、前回当たらなかったのでとても立ても欲しいです、ビッグ缶バッジって言ってる方もいらっしゃいますしね。すごい、たくさん情報出て楽しみですって。ねえ、ヒイラギ姉妹はどのように出てくるのかなって。あっという間でした。今すごいね、遡ってますからコメントを。ねえ、ねえ、言われてるよ、幻の黒城エピローグって。あら、ありがとう。ねえ、すごい。海です、家、インドア派、猫好き。あと工藤春が言ってたシズネット、あ、違ったわ、間違えた。ちょっとちゃうかい。シズネット鈴鹿でした。私だけなの、もしかして。え、どうなんだろうね。家事代行いいな。いや、そうだよね、私も家事代行いいなって思いますよ。いやいや、切実すぎる。俺は組取っちゃう。ねえ、ギドラさんがツイートしてる。あら、本当に。天界区には住みたくないかなって。え、マジで。ギドラさんが、ギドラさんは住みますってツイートしよう。あ、本当に。うん、私が強制じゃん。ギド強制じゃないそれ。ギドラさんは住みます、うん、じゃあ、うちらの周りにいる人たちもどんどん住まわしてこ。あ、そうだね、住民票移そうって。住民票もギドラさんはちょっとね、住民税高めですよ。ロード59。このシーンが好き。あ、あれだね、あのシーンだね。ギドラさん。看板シーンね。看板シーンもう一回見たいな。ねえ。なんか壊れた時もあったりとか。ねえ。看板がね。あとこう上後ろにさバーンって飛ばすんだけど ね、 あれがすごいかったんだよね。あれがすごいんだよね、テクニックがね。そう、工藤春が感動したもん。そう、それをね、なんかちょっとの後ろに行かずになんか中途半端なところに看板乗っちゃった時とか、そう、スッて急に消えるからね。スッて消えるもんね。ほんとすごい。あ、これね、あ、今私、はい、ということで皆様、はい、ありがとうございました。うまや。ね、駆け足で、いや、我々もう喋り出すと止まらない、止まらない、それぐらいでも族なのでね。ロード59はね、本当に素晴らしい作品だなというか、思い出と愛がいっぱい詰まってます。もうね、キャストさんもそうですけどね、スタッフさんのね、愛も本当にすごいんですよ、ね。なので皆様のね、なんかそんな素敵なこの愛あふれた作品をこうして皆様がね、うん、愛してくださっていることがもう本当に本当に嬉しいです。はい、そして、うん、ラジオもね、はい、お嬢の寄り道とラジオトークがありますので、ぜひぜひこちらもチェックしてください。ねえ、これからどんなね、ね、2021年はもうすぐ終わりますけど、終わる前にイブが、そうよ、イブで1周年迎えますから。確かにね。ね、そして2022年も1日から何かがございますし、舞台もございます、はい、その間に一体何が起きるのでしょうか。確かにまだ私たちも分かりません。そうなんです。はい、なのでそこはね、楽しみに待っていただけると嬉しいです。うん、はい、以上で本日の特番は終了でございます。新情報たくさんでお届けしましたが、天界区の皆さんいかがでしたでしょうか。24日の上映会、トークイベントも楽しみですね。ではでは皆さん、舞台、あ、早かったわ。はーい、行きますよ。ね、もう行きますよ。
さんからいくか。はい、それでは皆さん、舞台1周年ありがとう。バイバイ、またね。何？まだ何か用があるの？チャンネル登録のお願い？ふん、私に命令しないで。高評価くらいは押してあげてもよくってよ。なんや翔さん、帰っとったんか。あんた、まだチャンネル登録しとらんのか。悪老組の門が他の組に遅れを取るんは許さんで。何をもたもたしとるんや。さっさと高評価を3回。